はい、どうも、ヤマキです。あー、どうでしょうかい。皆さんどうですね。なんか臨場感いよいよってね。なんかね、ま、熊本で地震あわれた、あ、熊本じゃない、宮崎か。ね、地震あわれた方、大変ですよね。びっくりしますよね。んとね、東日本、俺らも東日本食らったんですけど、やっぱね、そのうち来るんだろうなっていう意識でいても、やっぱり実際来るとびっくりするんですよね。そういう状況ってね。ね、大変な状況だと思っちゃったら大変な状況にもなるんですよね。ね、もうね、なんかね、ちょっとデリケートになってくるから、あんまりこう、ね、乱暴に触れていくとどうかなと思うんですけど、まず、ね、経済の方は、もう、俺ほとんど実は見てません。今日も、X まだ拾ってないんですよ。で、まあ、X 拾ってないっていうか、自分で知りたい時は自分で拾いに行くんですね、俺、X の中とかね。ほんで、まあ、今、そっちじゃないな。自分のその意識の興味ってそこじゃないなって、もう、そっちはもう来ると来ると俺の勝手な思いの中では来ると決めてるんで、わかんないですよ、結果はね。だけど自分の思いの中では来るっていうことの先を見てるんで、もうそこは俺の中では来ることになってんです。個人的な中ですよ。未来の予言とかなんとか全然関係ないですからね。自分の自己責任ですよ。未来は自分で作るんですからね。この超リアル 3D 劇場地球は、作、ね、話の物語の大筋作ってんのも自分ですよ。で、演出してんのも自分です。で、脚本ね。で、この脚本ってのも、周りのスタッフらと、こういう味付けいいんじゃないみたいなことをね、やってるみたいなんですよ。ね。で、作演出脚本。で、主演もちろん自分ですよね。これ主演自分です。で、主演。で、監督。監督まで自分でやってんですよ。ああ、今のやり直し、みたいなね。ほんで、これをどうも寝てる間に、とかね。あと、起きてる時にもいろいろ、顕在意識のじゃない時にやってるっていうのが多分、正しいんでしょうね。顕在意識で知らないところでやってるんだと思うんです。で、まあ寝てる間だったりに、まあ4次元、5次元ってとこいろいろ行って、で、5次元に行ってる時に、その5次元に行ってるってのは自分のハイアイセルフの意識に戻ってるっていう状態です。この3次元のマトリックスの中にはまってる時のこの顕在意識ってやつは、この5次元の5次元での顕在意識5次元での顕在意識っていうところのはね、まあ周波数っていう方が正しいのかな。5次元の周波数の意識での自分が、この3次元の、ここはゲームっていうか、マトリックス、プログラムの世界ですから、で、ここのシナリオを自分のね、まあ、自分の守護霊だったり、あと、まあ、ご先祖さん、それがご先祖さんの場合もあるっていう話だったり、で、あとは指導霊だったり、結局自分の周り、天使と呼ぼうが何しようが、まあ、霊的スタッフの人たちがいっぱいいるわけですよ。で、その人たちと相談して、三次元の意識の中で、その光と闇っていうね、で、その闇っていう存在を初めて感じれるのがこの三次元っていう世界、どうもらしいんですよ。ね、光と闇とか愛と不安とか、プラスとマイナス、男と女とか、上と下とか、右と左、もう全部究極の二つに分けて究極の二極ってのが、初めて安定して存在できるのがこの三次元っていうルールの世界らしいんです。で、三次元的なルールの物理的な世界で、この世界ってのは一応収まってるような、感じだと思うんです。だからそれが2次元的に寄ってったり、3次元的あるいは4次元的な方向に近寄ってった時に、それが平面プラットアース的にも捉えられるんだろうし、3次元的
的なとこからまた4次元っていう方向をね、この3次元じゃない世界を見てった時には球体じゃないと成り立たない世界っていうものがあったりね、成り立たないとその方がスムーズだねっていう世界があったり、でそういう中をまあ次元の焦点っていうのを合わせていくわけですよ。でその5次元の意識の自分のハイヤーセルフっていうところがまあ自分の3次元の中で究極の安定した光と闇っていうね、この振れ幅の中で光と闇を知って、その闇を知って初めて自分の光っていうことに気づきたいということで、みんなで3次元の自分にトラップ仕掛けてんですよ、シナリオ書いてね。んで、いや世の中が悪い、あいつが悪い、こいつが悪いって世の中のせいにしてるうちは同じトラップに引っかかるんですよね。周り見てみてくださいよ、あるいは自分を見てみてくださいよ。あの妙な癖とか妙な思考の癖がある時にはね、あいつ悪い、こいつ悪い、世の中のせいだ、だってあの時あいつがこう言ったからとかね、たくさんの言い訳してんですよ。これ誰にしてんですかね、他人にしてるんですかね、自分にしてるんですかね、どうなんでしょうね、自分の真心はそれで納得できるんですかねっていう、その5次元のハイヤーセルフってのはまあ、正直言ったら真心だと思ってます。ほぼほぼね、イコールほぼ約一緒、真心っていうもんとハイヤーセルフっていうところはね、俺はそうしか今は思えないです。自分を感じてみてそうしか思えないです。で真心ってところがハイヤーセルフっていう5次元の自分と、これね、切れたこともないんですよ。俺らね。切れたことないんですよ。なんで、その真心っていうところを通して、高次元の自分の意識、その意識、ね、俺たち意識を持つこの存在って感じる、目を閉じたって、この光の世界、三次元のマトリックスの世界からは一旦離れられるじゃないですか、一瞬ね。目を閉じたらね。で、それでも感じるじゃないですか。ね。自分の存在って、自分の思い、自分の願い、自分が何今感じてるっていう、そういうね、まあ、思考を巡らす上の方の世界と、感じるっていうところの感の世界ですよね。感じるっていう感情を動かしてみたり。んで、あとは存在っていうところの、ね、あるっていうところを、丹田っていうところから、まあ、いろんなエネルギーあるんですけども、でそれぞれをその自分の中心ってどこにありますか、普段自分で自分を自分と認識意識して、私はこう思うっていう時の私って何を自分で自分私と呼んで感じて、そっから意見をなり思いを発してるその本体ってどこですか、自分で自分を何を自分と呼んでますかという、これは感じようとしないと感じれないです。感じられないっていうのは感じようとしたことがないからです。ね、自転車一回ちょっとまたがって触ったぐらいで、わあ、こんなのとっても乗れないって言ってるようなもんです。半日一日ね、早い人はもう一日変わんなかったりしますよね。で、乗れるようになったらもうそれが普通ですよ。んで、それをね、これなんでこういうことを言い切れるかっていうと、自分でこれ試してるんですよ。そのハイヤーセルフのまんまにいるっていうことをね、すると結局真心のまんまでいられる時間をより長くしていく以外ないんですよね。それ以外どこの道も通れないんです。で真心のまんまにいるっていうことはどういうことにつながっていくかっていうと、もちろん5次元の自分のハイヤーセルフっていうところの波動につながっていくけれども、例えばね、日月神事とかでも、生まれ赤子のようになれよと、ね、御霊を磨いたっていう時に何が必要なんだと、その汚れ切った魂でね、この3次元のこのシャバの汚れをたんまり浴びて、汚れてるわけですよ、みんなね。俺も、もちろん。で、
それを洗い流さないとお家に上がれないよ、もうご飯だから早く帰っといてって言われてる子供と一緒です。外で泥だらけになって遊んでね。ほんでお家に入るときはやっぱ泥んこ洗ってからですよ。泥んこ洗わないとお家に入れてもらえないんです。だからね、ちゃんと手足洗ってで入ってくんですよ。で入っていく玄関はどこですかとね。入っていく玄関はあなたたちが出てきた扉ですよ。俺たちが出てきた扉ですよね。生まれ赤子が出てきた扉ですよ。俺たちこんなもじゃもじゃのわけわかんないのだって本当にね、あの天使だったわけですよ生まれた時はね。本当にあの純真っていうのをうちは今0歳と1歳と3歳の孫がいてね、もう師匠ですよ。本当俺の師匠ですね。彼らに教えてもらうんですよ。生まれて落ちてこの世に来た時のね、最初の感覚っていうのをね。で本当にあの純粋とか天真爛漫っていうのを本当あの彼らに学びますね。彼らとあと動物ですね。ね。本当にそういうとこに学びます。で、結局、生まれてきたところに帰っていくわけですよ、魂ってやつはね。この肉体に入って、で、肉体に入ってね、赤ん坊のこのちっちゃいのから、ぷーっとこのでっかいもっさもさまで大きくなってきて、皆さんだって、それを経験したわけじゃないですか。で、その間にたんまり遊んで汚れた泥を、やっぱ洗い流さないと元来た穴はそんなに大きくないんですよね。で泥んこを持ち込んではやっぱいけない場所なんです。なぜかっていうと泥だらけの部屋の中になったら居心地悪いからです。なので洗わなきゃないんですよね。でそれを先進だの御霊磨きね、どこでもだいたいあのほぼちゃんとした宗教は御霊磨けよって言ってくれますよね。あの金儲けしてるような宗教でもそれぐらいは言うでしょうね。まあそういうところでまず魂とは何ぞやと、こっからあの波動上がっていきますからね。で実際にその魂っていうものをより強く感じて、これまでのこの3次元ってここまでの超リアル 3D 劇場地球で演じられた演目の中を暮らしてくるときには大衆霊獣でね、その体から感じるこの肉体を保つっていうことがまず第一義ですね。でこの肉体を保つっていう時にはその恐怖っていうのもかなり働きかけてくるんですけども、そのためにこの生命維持装置、三次元での生命維持装置で我欲ってものを持たされるんです、持つんです。これはあのここの輪廻のサイクル、3次元と4次元っていうね、この地上にさも生まれてきた肉体持ったっていう状態の3次元と呼ばれる世界と、あとこの中身ね、輪廻するって肉体に入ったり肉体出たり入ったりしてる。で、この魂たちが抜けた後いる場所っていうのが4次元としたら、この3次元と4次元っていうのが2個1で3次元のこの世界っていう第三密度、宇宙でいう第三密度っていうのを作ってきたようなんです。ほんで、結局、今までってのは、まあ、酸素ボンベを背負って、じゃあってね、あの世では酸素ボンベいらないんですよ、別にね。霊体のままですから、肉体に入ってない三次元じゃないですから。で、そっから、じゃあ生まれてくるよと。これは、海に入ってくるようなね、三次元ってのは、陸の上があの世だとしたら、海の下が三次元。ね、としたらよ。でこれがまあ三次元に入ってずっといるためには、ここでいるためにはこれ酸素ボンベみたいなもんね、潜水服みたいな装置が必要なんだよ。で装置を背負ってればこの中で海の中でずっといられるんです、中身もね、この魂が。でこっちに入っていろいろやってみたいために持ってみるのがこれが肉体ってもんですよ。これがね、海の下にズブズブっと入っていくために、あの世ではこれいらないんですよね。常に霊ですから。で
これが体に入るんで、その時には三次元ってのは体の都合をまず最初に持ちましょうねと、んじゃないと三次元持ちませんからねとね。なのでその我欲っていう本当潜水用具みたいなもんに入ってくんですよ、この世界に入ってくときに。でそれが肉体に入るっていうことですよ。で肉体に入って三次元の中で俺たちはこの肉体でね、でこの中に魂ってものが入って、んでいろんなことを活動していくわけですよね。んでまあ地底での、あ、水面の下で海の中でね、いろんなことをやって、んでああってんで、まあこれも遊びは気が済んだと。でまたあの世に帰るときに脱ぎ捨てていくのがその潜水服だったりなんだったり、これ我欲っても捨ててあの世に行って、ただこれがステッパグルの時があって、脱げない時あるみたいですね。いろんな変な癖持ってったりね。でそこをまたそれを直したくてまた潜ってったりするみたいですよ。でそのね、水面の中にこの潜水服着て入って着て入ってってやってるうちに、その脱ぐ時の恐怖をここで覚えちゃうんです。これ脱いじゃったら死んじゃってこの世でもう終わっちゃうみたいなね。で死ぬ恐怖っていうのは、これは情報で入れられる間違った情報です。その生まれるとか、生まれるってどういうこと、死ぬってどういうこと、あとお金ってどういうものね、生きるってどういうこと、病気って何、病気ってどういうこと、治るってどういうこと、感じるってどういうこと、運って何とかね、これをこれね、俺も分かんないからやってってんですよ、いろんなことをね。もう65年もやってますよ。それでもまだ分かったと言えないです。むしろ分かんないことが山ほどあるなってのが分かったっては言えますね。それは分かりました。でこれをこれからまたやって遊ぶんですよでどうもこの3次元超リアル 3D 劇場地球は本当にあんのかなと思いながら、ありそうだよと、俺も怪しいことを頭おかしいと言われながらこの世でいろいろ言ってきましたけど、どうやらだんだん目に見えるようにここまで来てやっとなってきたなっていうね。でもう長身でも感じてるんですよ。でこれはもうなんつうんでしょう、集合意識からかなりね、なんかもう3次元に俺焦点合ってないまあ大丈夫です、ここにいるんですけどね。なんかねもう自分の焦点の先が3次元じゃないんですよね。だからなんかねずっとふわ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 した感じなんですよ。本当にね、どっちつかずな感じをうろ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 してますね。これで慣れてくんでしょうね、その高い波動に居続けるっていうことにね。まあそういうことが多分感じてる方多いんだと思います。皆さんのコメントも、コメントは全部目通しているんですけども、本当ふわふわしてるとかね、そういう感覚になってる方は多いみたいですね。あと3次元の仕事が本当に嫌だってね、その今日も一人なんかね、やっとその確定申告8割書きましたってね、まあいい感じでやってんじゃないですかね。そんな感じでね、分かっちゃいるけど本当に手が伸びないですよね。俺もそんな感じですよ。三次元的なことね、いっぱいね、その片付けとか、俺特に整理整頓って苦手なんですけど、本当にますます苦手になってきて、いや困ったなっていうのも、本気で困ってないんだよね、笑いながら、いや困ったなってこれがね、困ってないんですよね。楽しくてね、なんか楽しいんですよ。なのでもうだいぶ波動上がってきてると、俺は頭おかしいのでそう感じてます。なのでね、こっからいろいろ変化はあると思うんです。で地震のこともまあ、その辺ね、ちょっと X とか見てみると、この1週間ぐらいの間で、世界中で、マグニチュード5以上が15回、あっちこっち、世界中、ほんとね、まんべんなくって感じですね。で、15回、1週間の間でマグニチュード5以上が15回。
なんか起きたらしいですね。この1週間ですよ。でそれは非常に珍しい状態だとね。ほんでまあ日本に目を置くとね、であとハワイでマウイ島去年なんかちょっと大変だったじゃないですか。で今回能登やられてるじゃないですか。1月ですよね。でだけどその1月の能登の地震以降ちょっとおかしいですよね、動きがね。能登ほとんど復興ってさせられてない、されてないじゃないですか。でね、でもその能登の地震の後そういう経済的な動きだったりなんだったりがだんだんねこう表舞台に出る量も増えてきたなと思うんですよ。実際にその表のニュースに出かね、いつでも出かけれないなっていうような状況になんかだん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 その追い詰まってきてるなっていう感覚、これ俺の個人的な感覚ですからね。いろんな X やら何やらを拾って歩いてので、それをずっとこうニュースをまとめてってみての自分の頭の中で描いてるまあ妄想です。でその妄想の中ではどうも能登の地震以降 DS の動きがちょっとおかしいなと、 DS の動きイコール政府の動きと思ってもらってもいいです。能登の復興に手出さない姿ってのは明らかにこれまでの日本の中で東北の震災の復興のされ方とかとも明らかに何かが全然違ってます。復興させるっていう意識が全く政府っていうところに働いてないですよね。でそれに合わせてやっぱり今まで裏にあったニュースが表にポロンと出てきたりでね、いろんなことの暴露ってのが今年になってからだけでもだいぶいろいろ出てきてますよね。ね、政財界とか芸能界のかなりのとこまでだんだん深く入ってってますよね。で、まもなくマスコミね、マスコミ最後と言われてますよね。いずれ入るでしょう。で、そういう感じで、で、表にどんどん出てきても、デクラスっていう情報開示がね、もうなだらかに進んでる感じが俺はずっとするんです、ここ数年間。で、トランプさんとのね、選挙の絡みもなんか、もういよいよって感じになってきてるし、でもどうあっても積み手はもう積んでるんだと思うんです。ただね、やっぱプロの読み手、プロの棋士って、例えばもう投了図でね、プロとプロが試合して、でもう参りましたっていう時あるじゃないですか。で、あの時って何十手って読んでんですよね。で、その何十手先にもうそれ以外の手がない積んだっていうものしか見えなくなって参りましたなんで。ところがプロの人たちじゃない人にはそっからその勝ち手をね、そこそこ上手い人が預かって、で負けた方の局をプロ棋士が預かると点で負けるんですよ、そのプロの人にね。住んでるはずの場面からですよ。だから知らない人には見えないんです。だからトランプさんとかそのホワイトハットが動いてることってのはその五次元チェス的な動きするってね、多分そういうとこなんだと思うんですよ。で、これわかんないですけど、この間株が大暴落して、で、そこをブラックロックが買ったと。で、NTT の株もブラックロックに売っちゃうよってね。で、それで、ガラクタの武器買おうよと。戦争を起こするために。っていうシナリオで動いているけど、で、世界中の株価をダーンと下がったところでブラックロックがはいもらいますと、買い占めてるよと。でブラックロックにいずれグローバリストのなね、その中に収まっていっちゃうんじゃないですかみたいなね、そういう情報もあるんです、流れてるんですよ。でそれはね、今回ネガティブサイドも手を離していくから、そういう情報を流しながら恐怖を煽っているけど、どうも多分藤原直哉さんとかの話を聞けば、株価上がってんのまあおかしいですよね。世界全然景気良くないのに株価だけどんどん上がってる。結局不完紙幣が価値なくなってって、
そこにしかもう集まんないんです。現物高くなっちゃってんですよね。金銀とか上がってってね。で、金銀上がったんじゃないんですよ。不換紙幣が価値を失ってってんですよ。だからそれが結局株価っていうものと、でそこに不換紙幣ってものがの数字ってものが集約されてって、両方とも同時に潰せば一石二鳥という流れの方を、俺はそっちの方が面白そうだなと思うので、そうなると自分の中ではもうイメージしてます。だブラックロックごと最後はグローバリストの終焉ということが起きてきてると思うので、ハワイ、マウイ島はどうなってっかまだわかんないですけど、あそこらの土地ってもうほとんどが向こう側の手に渡ってんですよね。で、能登はどうなってくのかね、詳しいところはわかんないんですけど、ただもう DS の側が、今まで政府を動かしてきた側がもうそういう直すっていうね、これ次の手をね、より都合よくするために直して、民衆をなだめて暴動を起きないようにして、でまた煙に巻いてうまい汁を吸うわけですよね。それをもうそこまで多分余裕ないんだと思いますよ。もう必死こいてますよ今、体制保つために。だからそんな復興、能登の復興なんか手出してる余裕がないんだと思います、政府っていうところに。政府はだって裏で仕切ってる人たちの言うことしか聞けないからね。本当にね、弱み握ったやつしか大統領とかしないよって、総理大臣ももちろんそうですよ、ね、あと頭いいやつしないよと。トランプさんはちょっと違いますね、なっちゃったんです。そこの枠から漏れちゃったんです。で、日本なんかはまだどっぷりなんで、だけどもそこはもうある意味ね、これ光側の立場からもし都合よく考えていったら、DS が手を出してない土地がやっと残ったんですよ。手をつけられないんですよ。これね、俺この間恐山まで三陸ずっと走っていきました。これはやられた後も八戸から俺三陸を45号線で海岸線をずっと高速じゃなく帰ってきたことがあって、でたびたび通るたびにその復興ってどうなってんのかなってことは意識しながら通って、で今回も往復通ってみたんです。ったらね、復興、まあ確かに復興と呼べば復興なんでしょう。だけど海岸にものすごい堤防を作ってんですよ。本当にね、海岸線走ってんだけど、堤防のこんなバカでっかい、何メーターあるんですかね、あれ、こんなバカでっかい堤防の脇走ってんで海見えないんですよ。ああ、いや、これ、したがったのってね、海見える方が良くないですかね。まあでも普段そこの平らなとこに住もうと思ったら、そういうでっかいもん作っちゃうってのも、まあそういうことなんでしょうかね。あんだけのコンクリートあったら、なんかね、海岸にそんな平べったい家ペタペタ建てるよりも、いっそどもりしてその上に建てる、家を建てるか、あるいは、ね、高い建物を建てて、そこを寝室にして、ね、夜寝るだけの建物にして、で、その地域の人たちの個室をそこに、もしね、できたとして、すると周りには、まあ作業場とか、そういうものの空間しかないと。そういうことを、で、あと、アナログっていうか、電気でない時にも、動けるような、高層移動するような装置っていうか、そういうものがあれば、なんかね、津波対策とかって、いや、できねえもんかなとか思うんですけどね、そんな景色悪くしてね、堤防の塀の中ですよ、刑務所より出れないかもしんないですね、あそこはね。まあそんな感じのことね、いろいろ感じたりなんだかんだ思いながら、でも能登の人たちはね、本当に今辛いと思います。で、まあでもね、その希望としては、まあ本当に DS が手を出さない、出せない土地がやっとできてきてんだなと。で、奪い取ろうとしてきたけどやっぱり無理だったんだなっていうね、
なんかそんな感じがするんですよ。で、まあ今回ね、宮崎で地震あって、あんで、これは、俺はなんか、ね、人工地震っていう噂も早速出てきてますよね。んで、波形とか見ても多分そうなんでしょう。それがその地震であればね。でもこれ、まあ、どっちか仕込んだんでしょうね。まあ、ここの現象で起こるってのには、やっぱどっち側の理屈もあるんでしょうから。で、だけどもなんかニュース見てて、なんだって思うのは、ね、これ、現地の情報がないっていうか、現地の被害状況とか、なんとかよりも、もう南海トラフを回ってましたみたいなね。ただわかんないですよ。本当にね、これ、闇側が仕込んでとか、これ光側が仕込んでとか、いや自然現象ですとか、なんかそういうね、理由とか犯人探しがいる場面じゃないんじゃないですかね。起こることはきっと起きるんだと思うんです。このゲーム終わるためにね。まあそこでね、まあ、怖いっていう恐怖心だったり、あとどうしたらね、その対策どうしたらいいんですかと、何日分ぐらいその食料持ったらいいですかとかね、あといつ来ますかとかね、そういうの気にはなりますよね。いつだろうなーぐらいのね。だけどでもあまりにもそこに身構えてね、恐怖心でそっからなんとか逃げ延びてやろうみたいな、喜んでガーンと出迎えましょうってもんでもないでしょうけど、でもそっから逃れられると言って逃れられないもんなんでしょうね。そこはもう宿命で決まってるんじゃないでしょうかね。決めてきてるんじゃないでしょうか、自分でね。だから、まあ、そこに出会う瞬間はいずれ訪れるのでしょうと。で、ずっと生きてる人もどうもいなさそうだと。なので絶対死ぬ瞬間ってのが来て、死ぬってのはね、すんごい恐怖だったりで捉える方が非常に多いんですけど、これね、皆さん死ぬのは今まで経験してるし、で、まして、臨死体験は毎晩皆さんしてますよ。寝るって死ぬっていうのと、あんま変わんないと思います。なのでね、寝るようなもんですよ。ね、寝入り場でなんか意識朦朧としてふっとカクンと落ちてく世界、そんな感じなんじゃないですかね。この三次元っていう世界の意識から離れる時ってね、結構話しちゃってますね。まあそんな感じでね、来るもんは来ますよ。何回ですか、どんくらいで来ますか、富士山吹きますか、まあ来るとも来ないともなんともわかんないし、ね、あと俺はある程度これね、パラレルワールドでみんな見る違い、見る世界が違うんじゃないかなと、俺正直言って思ってます。で、みんなね、みんなその不安って言ったら不安になったりね、それはしがちですけど、どうなんだろうなと。来るもんは来いと。もう覚悟決めるしかないです。のと、あとね、まだ長くなっちゃうけど、いや、話しちゃいません。この間ね、その、個人っていうね、この三次元っていうところで、その体が手だとして、で、右手と左手がいてね、で、宇宙空間に、まあ、その、こんなもんができたと。これなんだと。いうので、おいおい、これをちょっとやみくんでよと。ちょっと締めてみてくんねえかって言ったら、こんなんなって一人一人一人と、ね、この一本一本が、一人一人と、私私私と、この顕在意識っていうものに勘違いして、その顕在意識を一人一人が個人として認識できるということになったんで、みんなでこの袋に入って、んで遊んでみたんですよね。この三次元っていう世界。ね。これが三次元にかかってるベールですよ。ワンネスから切り離してる、これがベール。で、この中にいて、うわ、三次元ってこんななんだって言ってね。で、やってても、これ、あんまりね、中では、光は自由なわけですよ。中でね。
三次元の中で魂たちは。で、これを、どうも、じゃあ、闇組よと。もうちょっとこれもね、中でこれ、つかみどころがないんで、闇組よと、ちょっとここ持っててくんねえかと。ね、おい、わかった。持ってたと。とおーおーおー、これなんだ、お、なんか自分一人になったような、勘違いするぞと。もうそうなのって。もうちょっとやってって俺もやってと。で、ここでキュッと入ってきちゃう。ね。で、これでギュッとやって、どんどん閉まってったのが、で、ここはちっちゃいから、こっちは闇側をほっといたら、この人は自分で冷めちゃったんですよ。ね。ここで、このベールは、この小指には影響してないんですよ。あるね、そこにあるねっていうだけで、こんなこっちみたいに閉じ込められてないんですよ。ね、こっちが意識をだんだん広まってくる。で、そうなってくると、この抑えられてるところが魅力的じゃなくなってくるんですよ。で、だんだんこれ離れてくると、もうこっちは関係なくなってくるんですよ。抑えられてる世界にね、と興味がなくなってきて、これがもう勝手にこっちと変わんなくなってくるんですよ。抑えられてなければこの中で動こうがこっちで動こうが変わんないじゃないですか。で、これなんでこんな話したかっていうと、あの三次元から四ね、宇宙的な五次元的なもっと高い世界に行くときには、その対主霊獣っていうね、魂がこっち下について、で、我欲の肉体ってもんが、その我欲を持って、で、動いてくっていう生命維持装置に従ってね、動いてきたのがこれまでの三次元っていう三次元的世界の中で起きてきたことだと思うんです。で、これが宇宙に出てくっていう時にはもう三次元じゃないので、そっちの主役はこっちになるんです。三次元の主役はある意味こっち。肉体、ね、体。で、体が主体になって、で、これに、しょうがないよねって従ってた、本当はこう思う、本当はこう感じるっていう世界が、でも三次元のルールがあるんだからしょうがないよねって言って、ここに収まって、体、主、霊、獣、霊が従うんですよ、肉体にね。こうやって後からくっついて、しょうがないよね、しょうがないよねって思いながらね。で、やってきたんですけど、ここから離れていくときには、宇宙に出てくとは、このままこっちやってたら、これは相手してもらえないんですよ。こっちなんですよ。霊、主、体、獣。ね。体の方、霊が主体になって、魂が主体になって、こっちが、こういう経験したい、ああいう経験したいっていう時に、体を使った方がよりリアルだねっていうことを感じるために、肉体的な体っても、もう肉体的なものを持つ人と持たない人に、なるでしょうね。三次元に興味なかったら肉体に入りたいって思いませんもんね。だから宇宙にぶっ飛んで帰っちゃうやつもいますよね。俺もどうですかね、帰っちゃいますかね。で、まあ霊主体重になってくんですけども、これはコメントでいただいたのは、その自分は修行が足りませんとね、どういうことかっていうと、修行が足りませんと、そんなそれをぶっ貫いていくようなエネルギーがまだまだ自分には足りませんみたいなね、そんなコメントちょっと何個かいただいたんですけども、これね、修行が足りないんじゃないんですよ。まだ執着が残ってるんですよ。で、修行しないとなんかのパスポートの入り口の鍵がないといけないのかっていうと違うんですよ。ただただ自分が汚れてるだけなんですよ。だから、ね、お母さんにご飯だよと言われたら、手を洗う。ね、んで、泥んこを落とすかのように、今まで俺話してきたね、あなたは誰ですかと。ね、その魂って何ですかと。それってどういうもんですかと。そういうね、あなたの中心はどこにありますか。自分の何を自分で自分と呼んでますかと。自分の中心はどこにありますか？目を閉じた時に感じられるあなたの大きさってどれぐらいですか？で、目を閉じた時にどこまであなたは世界を感じられますか？ね、こっから自分は感じなくなったっていう世界を意識の中で感じられますかね？
おそらく感じられないと思います、ね、そういうところが主体になってくんですよ、ここからね。だから自分を感じようとしてみることがまず、あの、感じられない、感じたことがないってもしおっしゃるのであれば、まず自分を感じてみるっていうことをやってみる、まずは一回やってみるとね。でその時にやってみると意外と、あ、面白いねこのやり方っていう方法があったりするんですよ。あなたは誰ですかみたいなものとかね。で、例えばあなたは誰ですかっていうものは自分の存在ね、この側の存在じゃなくて、その中にある魂ってもんはどういうもんですかと、あなたの肉体の特徴を言ってくださいと言えば、例えば俺だったら、まあ体は65歳ですと、あ、65年生きてますと、でひげが生えてますと、顔は、うん、まあなんでしょうね怪しいですね。で、まあ中肉中背ぐらいなんですかね、ちょっと太めぐらいですかねとかね、まあそういうなんか自分の体、仕事上時々なんかね、こんな爪が青くなったりしてますみたいなね、そういう感じでその魂の存在ってどういうもんですかってことをずっとその表現していくんです。あの、生きてるってなんだろうとか、魂ってあんのかなねえのかなとか、魂ってなんだろうなとか、そういうことってのは思ったことはあると思うんですけど、これを本気で言葉にするまで、じゃあ言葉にしてみたらどうだろうっていうことを具体的に言葉にするまで、その魂を見つめ続けたことは実はあんまり持ってらっしゃる経験がある方はないんじゃないんじゃない、少ないんじゃないでしょうか。やってみるとね、面白いんですよ。で、そういうことをやってって、で、ね、で、今度は、じゃあ、あなたの真心を紹介してくださいと。ね。別に相手いなくたってできますよ。相手に自分の真心ってもんを、真心ってどういうもんですかって、もし聞かれたらね、子供によ、5歳ぐらいの子供に、真心って何って聞かれたら、なんて答えますかね。どう答えますかね。魂って何って聞かれたらどう答えますかね。ね、なんかそういうことがね、こっからはちょっと物考えていく時の助けになんじゃないかなと思うんですっていうことを、なんかね、もうちょっと話してってみたいなと思いますんで、これはちょっとね、こういう画面通しよりは少人数でリアルな機会を持ってった方が理解しやすいと思うので、まあそういう機会はちょっと持ってってみたいなと。ここでリアル茶会で毎月1、2、3でやってんですけど、それ以外にね、ちょっとリアルで、その瞑想、1、2、3の方はね、もうほとんど3日間昼から宴会みたいな感じになっちゃってね。この間も実はそうでしたね。本当はちょこっと話はするんですけども、そっからそろそろみたいなね。で、そっちはまあそれでもいいかなと思うんですけど、他にね、ちょっと酒と関係ないリアルなその瞑想っていうのでちょっと時間取ってみたいなと思うんで、まあその辺どういう形でできるか、あるいはうちここでやるか、ちょっと場所をね、回りながらっていうことの中、まあその辺ちょっと考えてるんですけども、まあそういうね、おそらく外側の世界はもう決まってくるでしょう、と思って、こっからは今度ね、いよいよ本番、大峠の楽しい声方みたいなね、一緒にギャー言いながらですよ。俺もどういう形でいくかわかんない。ね、経験者じゃないですからね。一緒にギャーと言ってみましょうかね。というとこの話でした。あとね、こういうこうしなきゃ、ああしなきゃみたいなね。例えば肉食ってどうなんですかっていうことだったり、ね、いろいろ聞かれたりするんですよ。そのベジってどうですかとかね。で、あと、なんつうんだろうね。もうね、その、我を捨てなきゃいけないだったりとか、で、そういうのも、
修行をしてね、滝に打たれて食べたいっていう我欲を消そうなんてしたら、まあ、あと何百回生まれ変わんなきゃいけないんでしょうね。そうね、我慢じゃないんですよ。自然になってくんですよ。昔俺もやってみたんです。そのデジットがね。で、やってみたり、で、また戻ってみたり、あと断食してみたり。で、断食も、まあ、一番長いので2週間ちょいぐらいですかね。今度ね、もうちょい長いのもやってみたいなとも思ってるんですけど、まあ、そのうち、食料危機で自然にできる時来るんですかね。来るかもしんないですね。ね、食料危機で食べ物ないって思ってたら飢え死にもできるみたいですよ。でも自分は今、断食の修行中だと思ったら、そう簡単には数十日は死なないみたいです。ね、意識で死んでいくみたいですね。肉体離れるみたいですよ。と、だんだん終わんねえ。まあね、こっからはちょっと、もう、ね、波動上がってく5次元なの、6次元なの、高次元なのって言ってるとこと、何が違うのよと。こっからいよいよアセンションだ、次元上昇だと言ってると。何が起こるんだいと。ね、何が起こるのかはわかんないけど、いろいろ俺探して歩いた中ではこんな感じで行くんじゃないですかというところをね、でも何があるかわかんないです。本当にね。本当に何があるかわかんないから。ほんで、それ準備して避けれんのかって言ったら、そういうものでもないんだと思うんですよ。なので、もうさあ来いと。ね。とことん楽しんでやるぞと。ね。これ、ジェットコースターでね、今までこうカラン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 ずっと登ってったんですよね。俺らね。カラン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 行って、で、ジェットコースターって上に行ったらこうちょっと平らになって下り始めるじゃないですか。で、俺らみたいな頭おかしいやつは最初から先頭に乗ってんですよ。ね。で、先頭に乗っかってるもんだからカラン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 行って平らになったらもうガッと行く時スピード上がってきた。今ここはここでガッと行く。この辺なんじゃないですかね。この辺時にはもう先頭は下り坂を真っ逆さまに見てるんですよね。で、後ろの人は気づいてないんですよ。あれなんかちょっとスピード上がったぐらいの感じじゃないですかね。んで、こっから一気にガーッと、もし大峠にこっから入りますよっていうんだったらそんな感じなんじゃないですかね。と、もう終わんないですね、こんなこと言ってると。終わんないんで、まあ、そんな感じで今日今思ってることをちょっとつらつらっと話してみました。じゃあ、また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。ほんじゃ、またね。